皆さんこんにちは。エイブルトン認定トレーナーの通る池本です。ちょっとね、期間が空いてしまいましたが、まあいつも通り、私の YouTube チャンネルで行っています、私がちょっと皆さんに、作曲がちょっとでも楽しくなってもらえたらということで勝手にやっているシリーズですね。で、今回はですね、トピックをエイブルトンの新しい12、ライブ12が出てますので、それの、好きな機能をちょっと2つ紹介したいと思います。で、1つは、まあ、画面に載せてますね、MIDI のジェネレート、MIDI の生成っていうのが新しく機能としてできるようになり、なったので、それが一つ目と、で、もう一つが、バス、ドラムのバスミックスに、ロワーという新しい、まあ、サチュレーター、ハーモナイザーみたいなものがありますので、それをちょっと使って、私風に、どういうふうに使っているのかというのを紹介したいと思います。はい。ということで、いつも通りサクサクいきまーす。こっちん。そして、こっちが、フローテン見てこっち。ほい。で、もちろんですね、いつも通りではありますが、ちょっとでも、機能をね、たくさん紹介したい、皆さんに、作曲楽しいなって思ってほしいという、ちょっとわがままもありますので、私のわがままがあるので、なので、既存のドラムラックもちょっと合わせて紹介していきたいと思います。今回は今後ろでね、なんとなくなってますけども、ある程度ちょっと聞いてもらおうかな。キックとかベースとか、なんかなんとなくの音がこういう感じで、鳴っている状態のところに、ドラムのジェネレート生成で、新たにドラムを打っていくっていうようなシーンを想定して、説明を進めていきたいと思います。ということで、今回はね、ちょっとね、いつもと違って、いつもすごく長くダラダラやってるんですけど、手短に行こうと思います。キュッ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 と2つの機能を説明していこうと思います。で、まずはですね、まあ、既存の機能というところにもなりますが、普通に MIDI トラックを作った後に、次は、あ、英語にしといたらよかった。まあ、いいでしょう。ドラムで、909でいきましょうかね。909。で、今回ね、タグの機能とか説明しません。ちょっと、言い出したらきりないから、ちょっとここまでにします。で、コアキット。でもいいですし、ちょっと新しいね、はい、クラシック、新しく入ってた、なんか別のパックから入れたのかもしれませんが、ちょっとこれにします。で、ちょっとこれシンプルになってますが、キックね、あって、リムとかスネアとかクラップっていうのがあるんですけど、まあこれを通常通り打つってなれば、こういう感じでね、じゃあ前だけ見よう、よし、もうちょっと上げてみよう、ね、いつも通りで言えばこういう感じでね、好きにミドの音ダブルクリックで置いてあげれば、音になってくれますよね。で、これをやらずに、例えば、今回の新しい機能を使ってドラムのハイハットだけを、生成してみましょうっていうことを最終的にやりたいんですけど、まずね、ミディの新しい機能のジェネレートっていうのを生成、MIDI の生成っていう機能がどういうところをいうふうにできるのかっていうのをまずベーシックを説明しますね。で、MIDI のクリップを、作っていただいて、ここ、ね、作ればここにこんなね、新しいタブができてますから、ね、ここ。で、それで言うと、このね、こっち側のこの機能を使います。一番右側。で、リズムじゃなくて僕は、私はシード。なんかよく使いますよ。で、これを例えば一番上のピッチのところは、今ここからここに三角があるので、この幅で生成してくれるんですけど、こっちともうちょっと幅広げて、こんな感じですね。今だったら一番右から一番左まで全部囲ったので、なのでこっからここまでの音が全部この範囲の中で
ね、キッチンにある音の中で全部の中からちょっと音を鳴らそうというところですね。生成しようというところで、次デュレーションっていうのは、まあ、ノートの長さを、自分である程度指定できます。短く左に行けば短い、右に行けば、もっと長くね、細かく左、もうちょっと、大きい長いノートだったら右って感じですね。でちょっとこの辺しようかな。で次がベロシティ。ベロシティはもう、まあ、見たままですね。10から127の間で、自動生成。で、次、ここね、ボイスっていうのが、1から2とかやると、まあ、レイヤーになるって感じですね。今のドラム。で、1ってやれば、重ならなくなります。縦列で。うん。で、次、デンシティ、密度なので、直訳すると。なので、こんな感じで、密度どんどん増えます。数字上がれば。で、あとは、ジェネレートのボタンがね、このジェネレートのボタン、黄色いのを押していると、この何か設定を変えた時にもそのままこういう感じで反映されるんですけど、外せば、ね、即座に反映じゃないというだけです。まあ、基本的に僕は即座に反映にしています。ピピピってこうやって触れば、その設定がそのままピッてすぐ反映されるという感じ。はい。めっちゃ簡単。意外とね、私も、一番最初に触った時にむずいなぁとかって思ったんですけど、そんなことない。まあ、触ってみればめっちゃ簡単。で、次が、ここ。ね、これめっちゃ賢いなぁ。設計者さすがって思ったのが、この、随時また、この設定の中で、はい、違うの、はい、別パターン用意して、みたいなね、チャット GPT にお願いする感じでね、はい、次っていう感じで、クリックもできるし、そう、クリックだけじゃなくて、リターンキーでもいけます。リターンキーポチポチ押すだけで、ほら。ね、まあ、あとはもう、お菓子食べながら、こうやって、ね、やったらいいだけのね、でいいのが出るまで待つって形。はい。ということで、ここまでが基本的なミディスのドラムの生成で私がよくやっているベーシックの説明です。で、次ちょっとエクステンドしましょう。私がいつもどういう風に使ってるのか。で、今だったらこの今の欲しいパートとしては、想定としてはドラムのオープンとクローズのハイハットだけ欲しいってなった時に、これ全部の中からいくとちょっと面倒ですよね。面倒というか、いらんやつも出てくるということで。で、次がもう一個ね、今このドラムの生成で言うとすごいね、穴開いてたりとか、まあ関係ないのもいるんですけど、例えばハイハットだと、ほら、オープンここにいて、で、クローズがここにいると。ね。で、ここ間にタムがいるでしょ。そう、こういうのを挟むのできひんやんってなるんですよ。飛びができひんやんってね。飛びで選択できないやんって。なんか変にタム入るやんってなりますが、これめっちゃ簡単で、このハイハット、はい、こっち、クローズにしようか。で、オープン、はい、ここ、つって、キックと、こうなんですけど、まあ、この一番下のやつっていうのをこうやってドラッグドロップで変更できるんで、あとは一番左がキックだったので、キックと、まあ、もう一個の方の横のやつを選んであげれば、はい、勝手にほら、ここキックとケチャチャクローズとオープンになってくれます。で、ここ挟んでるので、あとはジェネレートはほら、ここしかしない。ウッフー、バッチリ。あとは、まあ、ポテトチップス食べながら、ここポチポチ押すだけ。ポリポリアイス食べながら、ペロペロ、いいのが出るまで待つ。で、ちゃんと、まあ、大体パックスで入れたものか、もしくはもともと入ってるコアキットとかだったら、チョークっていう設定が入っているので、オープンとクローズ、ちゃんとね、カーンって長くなったオープンの後に、クッて、クローズが入ればクッと止まってくれますね。うん、この辺りもちゃんといい感じでできてます。ナイスという感じで、まあ、1個つくハイハットのリズムができたと。うん。あとはちょっと横張ろうかな。ちょっとここのオープンはこうやってね、ここチャンスっていうね、右のノートの発生確率を決めるもので、大体今50ぐらいに設定しましたけど、ここのノートだけ 50% の確率で鳴るかならへんか、勝手にこう、今鳴らなかったとかね。っていう感じでやれば、一小節の、ループレングスのドラムパターンでも、まあ結構動きのあるような感じに聞かせることができるって形ですね。ナイス！これもいいですね。めちゃくちゃいいと思います。はい。
まあ、これはねライブの以前のバージョンからありましたから、チャンスっていう機能ですね、あのプラスアルファで説明してみました。はい、ということでドラムはこういう形で、一ついいところは、自分で、想像して、まあ、あの狙って打つっていうことにすると、まあ、自分の想像を超えな、なかなか超えにくかったりするので、たとかあと例えばメロディで言えば自分の普段こうあなんかいつもこのパターンメロディ弾いてしまうなっていうような形の、まあ、手癖って呼ばれるいつもあのついついやっちゃうやつですね、あれを超えようと思った時に、いやいやミディの先生勝手にやってもらってて自分じゃないやん、じゃなく自分のアイデアじゃないよねっていうものではなくて、自分を裏切ったりとか自分を超えるっていうためにはやっぱりこの右のジェネレートっていうのはすごくあのパワーを持ってくるんじゃないか、助けてくれるんじゃないかなと思います。私自身あのこのジェネレートね、ライブ12で乗りますよって、搭載されますよ、追加されますってなった時に、おいおいなめんじゃないよと思いました。でもこれ実際に使ってみると、あの今後ね AI をあの賢い人は乗りこなすっていう次の時代の、まあ、まず半歩近寄るものだと思いますが、やっぱりジェネレートもあの自分のセンスの中できちんと乗りこなしてあげる、使いこなしてあげるっていうことをすれば、確実に皆さんの、キャラクターだったりとかユニーク性っていうのは失われないと思いますので、この今のMIDIのドラムのパターンも採用するかしないかは私たちまたはあの皆さんの判断なので、それもまたアートです、そう思います。はい、で今ちょっとあのドラムをねパチパチパチと打ちましたけど、またミディトラック作って、あミディトラックちゃうわ、デュプリケートします、同じもので、今度はこのドラムじゃハイハットのところにね、私はあのパーカッション好きなので、ハイ、ミッド、ローとタムをね配置、そしてこっちね、教えてあげないか、ここの3つがなってくれたので、また一番下からねここまでいかずにこれういっとすれば、ここ今度はタムだけのラインができたので、タムだけちょっと生成してもらったので、タムだけちょっと動きすぎやな、はい、動きすぎ、あこれいいですね、うんみたいなことで入力で、もちろん自分で生成した後にね、あのちょっとこうやってちょっとずらしたりとか、ちょっとスイングさせたろかいみたいなことも全然いいし、ちょっと欲張りすぎかな、ちょっとねこっちのタブに行ってもらって、これも新しいライブ12の機能でヒューマナイズポチンって押してあげたら、わかりました、ちょっとコマンド Z 戻しますね、ピュッ、ここわかりやすくいいかな、コマンドシフト Z、 はいリドゥアンドゥね、みたいな感じでちょっとだけヒュンって 10% このねちょっとオングリッドじゃない、ちょうどジャストじゃないっていうような感じのことも実はできます。ちょっと欲張りすぎかな、あんまりたくさん言うとね頭パニックってなると思うので、ちょっとあんまり詰め込みすぎずに今回は、右のジェネレートはこんぐらいにします。はい、で次ですね、次最後になります、今回のまた新しいライブ12の機能になります。ちょっとロアーっていうデバイス、はい、これちょっとねわざと今ソロにしました、ドラムのこのグループね、ドラムバスを、でちょっとビフォーアフターしてみましょう、ちょっとこれ入力、あいいですね、ちょっと事前にこれは私が、設定しておきました。なのであらなので、ちょっと、基本説明する前に、この能力だけ知ってもらいましょう。ちょっと待ってくださいね。OK。だから、これが今、ないとき。で、あるときしますね。ない。
ょっとオーディオがフェアじゃないか、ちょっとせこいな。ちょっと分かりやすくもっともう一度かけたい、かけてみましょう。どうやって最初音量がね、大体ちょっと入力小さすぎたな。うん、大体これあの入出力がフェアです。ないときあるとき、ないとき、ドアがあるとき、はい、という感じで、はい、一応狙ったサウンドってロアを使って どういうサウンドを狙ったかっていうと、一つは動きがある音、でもう一つが、ハーシュというかちょっとこうクランチーなドラムのバスなんで、カリッとこう、ドラムの、トラックの中で、他の音に負けないドラムの音がしっかり鳴るって形のものを狙った時に、テイストとしてハーシュ、ちょっとこうクランチになって肺がチリチリした感じの、効果が欲しかったので、いつもドラムのところには他社製のプラグインをいつも入れてたんですけど、このロアがある時は12で、ライブ12からはこれもいいかなというところでたまに使います。ということで、その2つの効果を狙ってロアを採用したって形ですね。で、効果から見てもらったんですけど、はい、ちょっとまた戻って、ロアの説明、ベーシックを説明します。ロアっていうのはエイブルトンの12の、中に入ったオーディオエフェクトです。オーディオエフェクトの中でも、どこや、ここにもいるかな、あ、いないか、サチュレーション、はい、サチュレーションの中にこうやってあるように、はい、これはディストーションとかサチュレーターとかハーモナイザーにあの位置するものにはなりますが、まあ、音をあの歪ませるという、まあ、倍音を付加するとか、というあの方向性で音を変化させるオーディオエフェクトです。であのね、細かくは説明できないんですけど、今回時間がちょっとあまりないので、なので、簡単に言うと、まあ、サチュレーターですが、かなり高機能な、細かいことができるサチュレーターで、でサチュレーターでも、ね、音を、まあ、基本的な考え方としては音を変化させるという、過激に変化させるとかっていうところが、まあ、基本的な使い方とは思いますが、で今回はそういう感じで使ったんじゃなくて、本当にミックスとかの向上のために使いましたっていうのが、ね、こっちのエリアに関してはサチュレーションとかハーモナイザーとかっていうような機能、まあフィルターもついてますけどね、になりますが、こっち側の、部分、ここにはねコンプレッサーもついてるし、まあ、ちょうどドラムバスのところにあのいいなということで、今回はあの今回でいつもちょこちょこね私は使ってるんですけど、そうドラムでバスにも使えるようにコンプレッサーが、あーバスに使う時にコンプレッサーがすごく役に立ったりとかします。はい、という感じで、ロアはね、いっぱいこんな感じでライブ順で言えば、たくさんプリセットがあるので、まあ、そんな中のミックス系に役立つものだったりとか、過激にあの効果をあの与えるようなものだったりとか、いろいろあるので、まあ、そういったものを使ってもらったらいいんじゃないかなと思います。今回はちょっとあまり欲張らずに、ドラムの、作成と、はい、ドラムバスとしての使い方を説明しました。ちょっと全体のやつを聞いてみましょう。という感じでした。どうだったですか皆さん、あの難しかったですか、簡単でしたか、もう知ってるよ、まあいろいろあると思いますが、まあ、あのいつも通り、楽しく作曲が楽しくなるエッセンス、スパイスになればいいなと思ってやってますので、これもまた一つのビデオとして楽しんでもらえたらなと思います。
ぜひたくさん素晴らしい作品を世の中に出して、一緒に素敵な世の中にしましょうということで、トール池本でした。よかったらまたいいね、またはチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。